どうも、おはようございます。ねずっちです。ということでですね、ちょっと今ですね、午前5時50分なんですけども、今日はこれからね、札幌に仕事で行くんでね、ちょっと早起きしたんですけども、嫁、気分はどうですか？ん？ちょっとね、機嫌が悪いみたいなんですけどね、起こして大変申し訳ないなとは思ってるんですけども、まあでもね、札幌って言うとあれですよね、言ってみればね、義理人情が嫌いみたいなね、そんな感じがしますね。どういうことかって、ジンギスカンってね、ジンギスカン食べられるかね、どうなるかちょっとね、わかんないですけども。まあでもちょっと心配なのは天気ですよ。ね、札幌天気どうなのかなと思ってね、七五三みたいになったら嫌だなってちょっと思ってますね。どういうことかって、千歳雨ってね、ねずっちです。とりあえず、行ってきまーす。